昨日 J1 が開幕しまして、まもなく J2 の新しいシーズンが始まります。2017明治安田生命 J2 リーグ開幕戦、名古屋グランパス対ファジアーノ岡山の一戦をお伝えしてまいります。今年は去年まで川崎フロンターレを指揮して超攻撃的なポゼッションサッカーを展開しました風間八宏新監督を招いての今シーズンということになります。それではこちらが風間八宏新監督です。J2 の開幕戦です。今日は多くのファンサポーターがこのパロマ水穂スタジアムに駆けつけています。1年での J1 復帰を目指す名古屋グランパス、そしてクラブとして初めての J1 昇格を目指すファジアーノ岡山の一戦です。さあ今度は7番の伊藤です。昨シーズンは11アシストも記録した非常にキックの精度が高い選手。さあどこを狙ってくるでしょうか。ゴール中央ヘディングシュート、フリーでしたね。非常にいいところでボールを受けましたパクヒョンジン。慎重にその準備を進めます名古屋グランパス。超満員のパロマ瑞穂、内田が行った、弾いた、詰めた佐藤久人は間に合わず13番の串引きがキャッチしました。さあ2度のコーナーキックでチャンスを作っていた名古屋グランパス、今度は白のユニフォームファジアーノ岡山です。チャンスですね。さあ串引きが上がってきている、上げた、長いシュート、名古屋グランパス先制点。前半の41分すごいボレーシュートでしたね。素晴らしいシュートが決まりました。動き出しも早かったですし、前半の41分、新加入の永井、先制したのは名古屋グランパス。満員のパロマ瑞穂スタジアムが揺れています。しっかりしたシュートになりましたよね、はい。ただ今度は岡山チャンス、シュートでいった、すかさず攻撃に転じました。今度はファジアーノ岡山20番の藤本です。どうしようあの相手の背後を狙っていたいんですけど、はい、そこが分裂してますよね今はね、はい。さあ10番代わって入った大竹、切り返した、シュートでいった、いいシュートですね。奈良崎がキャッチをしています。まずシュートを放ちました。サイドで抜群の運動量を誇りますパクヒョンジンです。後半15分を経過しました。長いから佐藤久人、サーフになった、抜けた、佐藤久人シュート決まった。これがポストのやや右側、決まったように見えました、こちらからの感覚で見ていると、ここね、あの背後に、まあ、競争になりましたけど、こういったところの、ね、入り方ですよね、はい。マークから離れるとか、はい、マーク、裏を取るとか、はい、そういったところを少し一つ一つチャンスですね。さあ梶からのクロスが上がった、ファーサイド競り勝った、関戸宮シュート、浮かしちゃいましたね。クロスバーの上、今日ボランチでプレーをしています16番の関戸。いや梶からいいボール上がりましたね。元日本代表21番の梶からのボールでした、はい。まあ、ジャストミートしなかったか、あっとここは長い、長い抜けるか、かドリブルでかわして長いですか、与えた佐藤人と左シュート、ここはバーリック両方、ただまだライン割っていません。いやこれは非常にまたしても惜しいシュートでした。で、ね、バーに嫌われました。永井が譲ったんですけど、はい、決めきりたいですよね。
藤、最後がつながりませんが、最後のところですね、篠原、関野、さあサポーターの前でゴールを上げることができるか、左足シュート、バーで跳ね返りました、10番の大竹のシュート、いい攻撃でしたね、浜田さん、はい、どうぞ。キャンプでは左足の太ももの肉離れに苦しんだんですが、はい、その後は順調だったんですね、はい、で風間監督の指導のもと自分はまだまだ上手くなれるという自信がついたと言ってます、はい、さあそして今度は29番の泉です、中に切り込んでシュートでいくか、いや預けた、長い、長いのシュート、今日2点目、2対0、後半の40分、長いが決めました、今日は長いの日ですね、昨シーズン J2 得点ランキング5位の力健在です、ミスで奪われたので、はい、ちょっとディフェンスラインがずるずるっとやっぱ下がってしまったんですよね、はい、泉のドリブルに対して、しかももうそこからもうあれですよね、数的優位になってシュートまでいけたんで、はい、戦況を見つめる風間八尋新監督、さあそしてここで長いホイッスル、名古屋グランパス J2 の開幕戦白星を飾りました、まあ、選手もそして応援したファンサポーターも満面の笑顔を見せています、クラブとして初めて降格した J2、 まず開幕戦を勝利で飾りました。